いいねいいね、やってんねや試合。20日と24、いってらっしゃい。お、22申し込んだ、ありがとうございます。そう、22初めてコヨタンと一緒にナンバラ出れるんですよ。そうそう、次世代って感じやったな、ね、789ナンバラです。うん、公演準備します、待ってます。え、てかさ、思うんやけどさ、うん、あ、なんでもないなんでもない、なんもないわ、あ、なんもない、うん、眉毛揃う後で。眉毛行ったばっかだからめっちゃ綺麗やね今。行ったばっか、行ったばっかです。眉毛ショット月1は長い、長い、早い、あ、月1で行ってるやん、うん、眉毛ショットをもばめに行った方がいいかな。どう、楽、うん、地メイクが楽、痛いけどめっちゃ痛そうやな、うん、めっちゃ痛いです、ベリって剥がされるから嫌やな。今日は坂本チーム B2 の坂本梨沙さんが出演してくださいます。はい、嬉しい、ジングルベル嬉しいです。いろいろなんか楽しみなことも、んで明日はちかっぱ祭でね、晴れますように。え、晴れへんの？晴れるん？だからえ、晴れやなあかんって普通に、ほんまにね、なあ、なんさ、曇り、せめて曇り、もう嫌やな曇り、湿気、湿気やん、ほんまや、湿気は嫌やな、曇り嫌やわ、ニテールやかいけ、おろしの人とかきついよね、うん、巻きやで、やだし、え、なんか来た、ケンさん。待って待って、曲は何をしますか？言えません。ちょっと待って、後でノート取ってくる。ケンさん、ありがたわ、間違えてない、間違えて投げたんですか？大丈夫かな、ありがとう、端にもにゃんにゃん、ふーちゃん、ライちゃんや、うん、ふーちゃん、ライちゃん、ハートありがとうございます。え、雨らしいで、もう普通に、でもあれかも、行って、あ、降ってるよりもあらかじめ別日の方がまだ嬉しいと思う、うん、確かに行って降ってるやと悲しいよね。こよちゃん、応援大衆に嬉しかったタワー、おめでとう、ありがとう。みんな献血頑張りましょう、コウさんも頑張る。近頃行く予定です。献血って痛いのかな？そんなに痛くないよ。痛くない、うん、な、針よりも圧迫されてる感じがするかも、う、血出すために。あ、そっか、そりゃせやんな、うん、グーってな、そうそうそう、そりゃせやんな。国家はやるでしょう、さあどうでしょう、どうでしょう、楽しみね、国家、ハート、ありがとうございます。あの、君がじゃなくて君がよではなくこっちだよ、なるほどな、頭痛いなってった、なんか頭痛いんやけど、普通に何のことなの、え、頭痛い、頭痛い、何これ何これ、まあ、ええか、大丈夫な、うん、大丈夫、怖いな、献血、ちょっと、なんな、ヨシミはいつもジュースめっちゃ飲んでる？なんか必ず2杯飲んでって言われる。うん。チャプチャプなるやん。チャプチャプ。チャプチャプ。ね、暑かったから冷たいの飲んだら体が冷えて血出にくくなっちゃった。うん、あ、そうなんや。あったかい飲んだ飲まなかねって、ほんまは。え、そうなんや。ジュ巡りってみたいな感じ、うんうん、え、なんなん、炭酸とか飲んでたってこと？炭酸めっちゃレモンスカッシュとか飲んでた。何があんの、お茶とか、ここえ、なんかあの、ほんまにあれ紙コップで出てくるやつの機械がやっぱね、好きなの飲めるね、2杯、2杯の絶対飲まなかんや、なんで、で、やった後も飲まなかんぞ、2杯4杯やばい、彼が行ったとこはそうやった、うん、そうやな、場所によってちゃう、そう、アイス食べれるとこもあるよ、無料で、いいよね、アイス食べたい、アイス食べたい、どこ食べれんの、心斎橋ね、食べれます、心斎橋の献血ルーム、パルコの近くのはアイスが無料で見え食べれるんで、めっちゃいいやん、カレンさんが言ってた、あ、セブンティーンアイスや、あ、そう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 、チェーやないかい。皆さん行ったことありますか？え、めっちゃいいな、そう、アイス、え、アイスめっちゃよない。びっくりやねんけど、セブンティーアイス嬉しいよね、嬉しいよな、絶対一番高いプレミアム食べた、え、あんのかな、その献血の、え、どうなんやろ、プレミアムあるんかな、107てかさ、最近何でも高なってるからさ、うん、
悲しなってくるよな、うん、けど頑張ろうって思えるよな、頑張ろうしその分頑張ろうみたいな、経済回そうって、経済回最近経済回すように心がけてる例えばなんかほんまにこれマジであのお給料使ったことないねん、ほんまにマジで、うん、見たことまず下ろし方知らんくてさ、えマジで、そうだからさ何も分からへんかってんけど、そうなんや、だから自分が経済回してるってわけではないんやけど多分、うん、あのお年玉とかまだ全然残ってるからさ普通に使えへんくて、お年玉とかも、そうなんや、そうでもあの結構いろいろ食べてる食べてます最近食べて経済回してんねや、最近食べるようにしてる、うん、うん、頑張ってますよ、やっぱ踊ってたらなもうお腹すくもんね、お腹すくよな、アイス用コインもらえるのすごいよな、そうそうそうもらえんねんって、だから次行くときは行こうと、フレッシュ笑顔負けずにめっちゃジャンプするわ、はい、うん、え、はい、高3の時学校で献血なかったわ、あ、学校に来るとこもあるらしい、あ、ね、残んなかった、なかった、これもなかった、プレミアムあるん、確かに、あねはちいかわのグッズ買って経済回してる、確かにちいかわ好きやな、好き、これはモフサンドが好き、ね、あのサメニャンの、じゃあれマジ一番可愛いんやけど、ほんまにアミタンレベルに可愛いほんま、てかマジでさ、一昨日の公演のアミタンのねセリフが可愛すぎたんで見てください、よしみもおったよな一昨日、うん、一昨日の公演おったおった、なんて言ったっけ、よしみ胸キュンみたいな落とすセリフ、あごより、何やったっけ、チョコレートありがとう、チョコレートは作れないけど俺の愛はでかいよって言った、ちょっと意味わからんかったやつやおもろ、イケボイスやったんやけど、イケボイスやばい、イケボイス、イケボな、あ、まあ、イケボイスやもんな、イケボイス、イケメンボイスか、そうそう、イケメンボイスって何だろうな、声で決まるん、クルリちゃんえ、なんかさ絶対ちゃん付けで呼ばれたくない、え、マジで、呼び捨てがいい派、呼び捨てファンタジー派、呼び捨てファンタジー、これさ、なんか気使われてる感じするかも、あやねちゃんやったら、マジこれさ絶対こよりちゃんがいいんやけど、そうなんや、うん、呼び捨てファンタジーめっちゃ歌ってるけどさめっちゃ好きやけどさ、呼び捨てファンタジー、呼び捨て、でも普段は絶対こよりちゃんがいいな、こよりちゃんなんや、うん、でもファンの人はこよりんとか、こよりん、こよたん、こよちゃんとか、マジ小百合が一番あると思うねんけど、呼ばれ方、よしみんはよしみん、結構よしみんやんの、よしみんか、あやねちゃんが多いかも、終わる、あ、おる、結構いるかも、でもあやねちゃんの方多い、あ、女性が多いか、うん、そういうのは、でも割と普通に半々かも、よしみんちゃん、マジで、よしみちゃんちゃんはよしみちゃんもいる、でもえ、マジで、うん、あ、ね、え、あやねちゃんおるん、おるおる、メンバーはおらんくない、メンバーはいない、おらんよな、マジで、うん、マジでいない、あやねちゃんだってさ、あやねってさ、なんかさもう誰ってなるレベルでさ、よしみんやからさ、こよりメンバーはみんなよしみんやけど、うん、ファンの方は半々ぐらいで、よしみんとあやねちゃんどっちもいるかも、そうなんや、うん、よちも多いかも、よちな、よちも割と多いよちやばないこよりマジで多いわ、ほら、もうめっちゃ、ここだけでめっちゃあるやん、普通にいたちゃん、うん、いたちゃんとこよりとかさ、こよりん、いたちゃん、こよまちゅ、こよすけ、こよりちゃん、めっちゃあるやん、だってよっち、よっち、もうよっち、よっち、よっち、もう意味わからん、よ、あっち、今吉田もおる、吉田は意味がわからん、誰推し面変わってない、それは先生主、こよちゃんやけど、え、確かによしみ、よち、よちとよちだ、よち、よしだ、いた、ガッキー誰やねん、もうこよまちゅう、ガッキーやばい、ガッキーやばい、こよたん、そうそう、こよたんが結構多いね、そうなんや、女性とかはこよたん、こよたん入る前までずっとこよたんやったもんね、うん、マジでニックでもこよたんやったからな、最初ね、うん、え、なんでさ、よしみんやったん、あやねんかよしみんで迷った結果、うん、よしみんにした、うん、苗字の方が覚えてもらいやすいかな、少ないしな、苗字の人は、あやね、なんかちょっと言いにくいし、おるしな、あやみとか似てるの、そうそうそう、あやあや系多いから、そうやな、よしみんにしました、めっちゃいいと思う、いい戦略やわ、それは苗字のニックネームって可愛いよな、
コジリンさん、うん、サカタンさん、うん、シンシンさんとかもさ、ね、めっちゃ可愛くない？イタイタさんは可愛くないけどさイタイタ、ヨシヨシさんもやばいヨシヨシやばいあやねん、せやねん、確かにあやねん絶対キャッチフレーズになる。そやねん、あやねん、なんでやねん、え、確かになるわ、ね、めっちゃ可愛いやん、シンシンさんとかね、いいな、可愛いの、可愛いのいいな。こよちゃん、マジこよったん、いたこよ、いたこよはマジでやばい、いたこよ、西馬、いたチョコ、西馬と剥がれやろうそうになってたよね、うん、いたチョコみたい、いたこよは、いたこよ、ガッキー、いたいた、よしよしなんか痛いから怪我してよしよしやん、ストーリーできてるしおもろい、痛いからよしよしするってなってる、おもろい。こよまつ、こよまつとこよまちゅ、こよぴー、それほのぴー、こよぴーはないわ。こよまつとこよまちゅでまず分かれるやん、ね、分かれるね。でもこよりん、こよたん、こよちゃん、いた、が、楽器はあんまないけどさ、いたちゃん、いたちゃん、いたちゃんもないけどな、いたちゃんってなんか見え感あるね、な、確かに、いたちゃん、なんか歴史感ある、歴史感おもろいね、いたいた、よしよし、ポンポン、ストーリーできちゃうこよたん派で、こよたんのイメージ結構ある、うん、あるかも、一人称こよたんやもんね、うん、こより、マジキウキといるときはマジこよたんとかやな、ね、みんなに呼ばれるからそう言っちゃうんやろな、多分。こよたん、でもさ、よしみんはさ、一人称あやねやんな、うん、あやね、ですあやね、で結構キウキは自分のことを名前で呼ぶ人多い。そう、うん、レイポンとかもやし、レイ、マナミンとかマナって呼んでるし、マナミンのマナ呼びかわいい、かわいいよな、なんか3文字の子がさ2文字で呼ぶのかわいくない？マナかわいい、かわいいよな、なんや、あ、でも結構おんねん、おんねん、それが、アミタンとかもそうやしさ、アミやん、アヤミも、アヤミもやし、誰おるんや、レイちゃん、そうそう、レイナ、レイニアとかもな、レイちゃんって言ってるような、あ、でもそんなおらん、言っておらんかった、ちな、実際は、いやでもリオピとか、リオって言ってる、あ、確かに、リオや、リオ、うん、テンナもテンナや、うん、テンナ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 せや、せや、せや結構おんねん、だから、あ、ほんまや、若田も若田やん、若や、若、ゆかはミスラちゃん、チータン、あ、チータン、ゆかチータン呼びや、チータン、ミスラちゃんは一日は結構コロコロ変わる、うん、俺とか、ね、あ、ミソラや、あの子もミソラ結構多いわ、ミソラって言ってる、うん、ミソラも俺も、俺のイメージ強いかもあ、ミソラって言ってる、うん、言ってる、思い出したえ、俺はみんな言うやん、まあ、正直言ってる俺ってやばいな、アキラどういうこと、アキラやばいアキラ先生は俺ちゃう俺って言ってるな、あ、でもアキラが言ってるってたまに言う、でも決め台詞の時はアキラ、それはなんかネタやん、そう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 俺ポヨ俺って言ってる、ポヨやばいポヨやば、近重さんも俺って言ってる、俺やな、うん、ポヨポヨはとか言われたら困るよね、普通に困る、え、ポヨポヨやばいてかポヨって何、どっから来た、違う、なんか誰かが命名したんやった気がする、なんか見たことあるそんな記事を、ちかぽよさん、もう立った、もう、はい、分かった、終わりますね、来てくださってありがとうございました18時半から世代交代、え、2時から、2時から昼よりやから26時、ね、14時から、うん、ほんまや、 AKIRA アキラです、かばへんのかなっていつも思う、のすごい、14時からと18時から世代交代アジア公演、はい、ぜひ見てください、何時読みします、よしみんはもう行きます、はい、13位花粉症型ザコさんありがとうございます、12位ソラさんありがとうございます、11位ケンティさん、 さんありがとうございます、10位ウーカメイのおこしさんありがとうございます、9位スティッチさんありがとうございます、感想もマシになってきました、8位ミョンさんありがとうございます、ミョンさん、7位ナイくんありがとうございます、
楽位あさがさんありがとうございます。ちょっと静かにしてきます。よしくんありがとうございます。4位なせやさんありがとうございます。氷も15分経った。そして3位はドゥルルルルルルンさとしさんありがとうございます。そして2位はドゥルルルルルルルン4さんありがとうございます。そして2位やのに4 1位はドゥルル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 ルンあきら 2% さんでした。ありがとうございます。パチ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 。よしみんが配信したすぐに氷来た。え、あ、15分以上やってんのか。多分やってる気がする。氷今でも15やったから。あ、じゃあ見逃しとったんか、あれが。公演頑張れ、ありがとうございます。頑張ります。では、アイニャンさんなんや。配信します。またね。名付け親は、名付け親がいるよね、何でもかんでも。私はもうご飯食べました。あ、ポーク？いや、唐揚げにした。あ、でも唐揚げ美味しい。美味しいよな。じゃあ小百合さんもね。小百合さん、うん、アミタに私噛みつくんですよ。噛みつくっていうか、バイバイ、行きます。バイバイ、噛みつくっていうか、待って待って、小百合さ、紙をさ取ってこようと思ったのにさ、ちょっと待って、え、どうしようどうしようどうしよう。紙をさ取りに行きたい。そのさ、タワーのさ絵を描きたいのにさ、え、どうしようどうしよう。ちょっと待って、ちょっと移動しよう。ちょっと音消して、はい、戻ってきました。ノート取ってきました。いたタワーをね、タワーのスケッチをしたいと思います。ちなみに前回もこのノートに書いてました。ケンさんですね。ケンさん、星も描くか。星も描こう。タワー、ありがたわー。はい、ケンさん、タワーありがとうございます。イエーイ。ここにいるね、ふーちゃん、ライちゃん、ありがとうございます。ありがとう。じゃあそろそろ壇上読みをねしたいと思いたいと思います。そうそう、旧期の共有ノートちょっと裏使わせてもらいました。怒られます。大丈夫、怒られはしやへん。後で破るですね。はい、じゃあちょっと壇上読みますね。13位カズさんありがとうございます。12位ジンちゃんありがとうございます。11位ケイタンありがとうございます。10位キングキャメロンさんありがとうございます。9位くつひもさんありがとうございます。8位マーさんありがとうございます。7位マルくんありがとうございます。6位タクトさんありがとうございます。5位チネありがとうございます。4位ミツキありがとうございます。3位ケイスケありがとうございます。2位吉村哲也さんありがとうございます。1位健さんありがとうございます。
タワーもありがとうございます。じゃあちょっとは用事をメイクもねまだなのでしてもらっていきたいと思います。ではまたまた昼公演で会いましょう。今日は昼夜ですよ。ではね、ありがとうございました。バイバーイ。